権力闘争は組織とあなたにとっていいことか悪いことか、まあ、あの一般的に権力闘争って悪いことだと言われていて、あんまり話し上がらないんですけれども、あの僕もそう思ってます、あんまりみっともないことだと、みっともいいことじゃないと思うんです、みっともいいって言葉あるのか知らないけど、あんまり褒められたことはないと思います。 でだからっつって、やんなくていいのかっていうと、実はそうでもなくて、この本が言っていることは、えー、権力闘争を、えー、するのは、会社にとってはそんなによくないことなんですけれども、でもあの、会社はあなたたちをそんなに大切に思ってませんよと。だから、えー、首切られるときは切られるし、潰れそうになったらすぐにそのさよならしちゃうし、倒産するかもしれないし、外資に身売りになるかもしれないということがあるので、この本が言っていることは、権力闘争は会社にとってよくないこと。 なんですけど個人的にはやるべきであるとなぜならば誰もあなたのことを守ってくれないから自分の自己防衛のために権力闘争はやるべきだというのがこの本の主張です、えー、その理由の1つとして人間が集まってくるときって社内の,このハイラルキー、部屋歩き社内でこの人が偉い偉くないっていうのは必ずできる平等っていうのは無理なのでこれはまあ中学校とか高校を燃やしてみた。 あそこって別に偉い順番も何もないのに、なんとなくい人、偉かない人っていうふうに決まってったじゃないですか、つまり人間の集団っていうのは、自動的にカースト制度、身分制度ができてくるものなので、えー、今、何も権力等に参加しない場合、えー、その上に行かなくてもいいということなので、その自然にできるカーストの下の方になってしまう可能性があるので、それはやめましょう、上になるべく行きましょう、なぜならば、まあ、権限がある人っていうのは長生きするからという。 そううういいいこここととととががああるのののの本つですねあと自分にその権限がないときには、えー、政治的手腕が役に立つ、まあ、これはあの能力に政治的手腕と、えー、いうのを含んでないことを言ってるんですけども、自分がえ仕事をやる上での権限がないときというのは、いわゆるそういう社内の立ち回りというか、えー、寝技というか、えー、寝回しというか、そういう政治的な手腕で勝負するしかないからやるべきだと。 いうのがこの本のこ本主張です、す、えーまあ、あなたが権力闘争をやりたくなくても、まあやんなく、やらない場合は社内科はその一番下に行ってしまうと、でえー、やれば、まあ、どうか知らないねということなんですけども、まあ、消去法で、まあ、積極的に権力闘争するのは良くないことだと僕も思うんですけども、えー、消極的に選択するべきであると、えー、やらないと、えー、負けてしまうのでやるべきだと、生き残るためにやるべきだというのがこの本の主張です。今日は以上です